臭いかなと思いまして、あ、じゃあちょっとタオルを持ってきます。これ、ファンの方からもらったタオル。なんかみんな、まあ、ちょっと薄々気づいてるかもだけど、12月15空いてますか？ちょっと暑くて、お風呂で汗かいたら暑くて。夜です。どんな感じ？休み取って、休みかな、休めない可能性が高いです。ついに本当に、ね、マジでもそれはさ、やっぱファンのみんなに、なんかでも自分でちょっと決めていいらしくて、なんかでも結構みんな、結構私の何年ものファンの人がさ、来れないっていう人が何人かいて、年内はできないかも。そこはできなかったね。待って、でもね、私はみんなに来てほしいの。本当に最近ファッになってくれたかも、もちろん聞きたいって言ってたから来てほしいし、ずっと応援してくれてる人もいるから、全員に来てほしいの。やっぱ私のことを好きな人をしてくれてる人は、でもみんながみんなその1日来れるっていうのは難しいけど、でもできるだけみんなのそれを叶えてあげたいから。土日やっぱ土日がいいですか？どう、みんなちょっといける、いけますか？私のファンの方は今全員見てくれてるわけではないもんね。ちょっと目がやばい。ねえ、本当にみんなに来てほしいよ、私。次は来年のいつかは分かりません。そんなのは分かりません決まってないと思います。
確かにできるときにやったほうがいいのかな。そうだよね、ここ逃したら2月とか。いやー、どうすればいいの？これは。でも、生誕ね。ちょっとドライヤーします。今日はイベントじゃないから、もしうるさいと思った人がいたら、音声オフにしてね。昨日の夜公演入りました。嬉しい。どうだった？ドライヤーありがとうございます。やばい、今日さインスタ更新してないや。昼公演で最前で飛騨屋見れたよね。久しぶりで嬉しかった、ありがとう。まだメールも送ってない。木曜日コロッケ食べに行きます。みんなコロッケどうだった？てかさ、売り上げってさもうわかるのかな。なんかさ、そう思った、みんなデザート食べてるよね。私もさ、ツイッターでなんか見たら、ハッシュタグでね見たらデザートがめっちゃ出てきて、やっぱりデザートいいのかなって思った。2列目座ってたんでバッチリダンスバトル見てました。嬉しい。どうだった？昨日雫公演ありがとうね。久々だったけど楽しかった。15日どうしようかな。するならさ、2、3日後に言わなきゃいけないから、あと2、3日後にはもう言いたいんだよね、スタッフさん。今日のねパジャマ、ポチャッコ、ポチャッコです。これ1000円くらいだった、地元で買った。やっぱりインスタ更新してないし、
え、今日何にしよう。久々に半身浴したんだ。 ゆっくり。でも久々にね、昨日しずく公園出て、やっぱりしずく公園っていいなって思った。え、どうしよう。 どうわかる。あ、でもメンバー同士の良さが伝わってくる。だよね。うわ、リール作っとけばよかったな。お風呂でゆっくりしすぎた。なんかインスタいい感じ。 最近頑張ってるのよ。しずく公園やっぱ順クレ楽しい。やってて、もうフルーツスノーの、衣装が恥ずかしすぎて、大丈夫？まだいけてる？
セリフが柱で見られなかったので次リベンジしたいです。あ、セリフで、でも昨日セリフはノーマルな感じでやりました。ジュンクレ最高だった、嬉しい。昨日しずく公演行きました。アンケートでダンスパフォーマンスメンバーで回答しました。嬉しい、ありがとう。12日に最強フェスで休むから15日が厳しいだけです。最強フェス、ね、12日もみんな、来てくれるのかな？どうしよう。次しずく公演するときはちょっと、今回は久々すぎてそこまで余裕が持てなくて、そこもなんかめっちゃふざけたら間違えちゃう気がして、ちょっと今回は正直にやろうと思って、ちょっとちゃんとやって、次公演があったら「そんなことってある？」あ、これやりすぎなんですけど そんなことってある？そんなことってあるのかな？ もう怒られる、これは。12日行きます。嬉しい。ヒダヤ様が夢に出てきました。あ、夢にその人が出てくるって、その人があなたのことを思ってるってことらしいです。だから私が思ってました。私が思っちゃったの。だから夢に出てきたんだって。あはは。ハッチの役やって。ハッチ先輩、おはようございます。新人の B ちゃんでーす。12日と29日、29日って何やるっけ？もう今日はインスタ諦める。もう21時半ぐらいまでにちょっと投稿したいんだけど、今日はこの配信終わったらリールとか作るから、みんな今日はちょっと待ってて、ストーリーを更新するから。メール送る。めっちゃ嬉しい。23歳女だから。女の子なの？嬉しい。2列目に座ってた子。私結構記憶力いいから。昼夜どっち？あ、じゃあまた女の子のファンができちゃうかな。最近本当に女の子に好かれてやっぱ嬉しいな。モテ期来た。過去女性から。23歳女だから仲良くできちゃうかも。同い年じゃん。あ、待って、同い年じゃない、1個下か。嬉しい、仲良くしよう。私はもう友達みたいな感覚で来ていいからね。若い女性のファン多いですね。そうなの。同い年ぐらいか、ちょっとお姉さんくらいが多いかな。最近も増えてきました。女の子キラーすぎる。待って、女の子キラーって何？ 女の子からモテるってことですか？
18歳仲良くしてください。もう仲良くしてるぜ、とっくに。35歳はでも何歳でも嬉しいです。私のことが好きだったら。今日メールに最近おすすめの入浴剤を書いたので、みんなぜひ使ってみてください。メールの写真を今撮っちゃいます。ポチャッコ。と今日一人で映画見たんだけど、お家で。ディズニー映画見ました。死後の世界の話なんだけど、みんな見たことある？映画の話久しぶりだね。そうなの、今日は結構ゆっくりできたので。なんかすごい最近やっぱ忙しくて自分の時間がなかったから、あのね、映画見ました。リメンバーミー見てみて。と寝るだけだ。あのね、怖くないんだよ、そのリメンバーミーっていうやつ。え、その映画大好き？あ、そう、ギターのやつ知ってる？ご先祖様の主人公の男の子が、ご先祖様のが亡くなっちゃってて、まあ、その世界に行けるのね、あるきっかけで。で、死後の世界でみんなもう一つの世界があって、めちゃめちゃ綺麗なの。歌いいよね。歌知ってる？あの、私も歌はちょっと知ってたんだけど、あの、それをね、友達におすすめされたから見たら、もうめっちゃ号泣した今日。あの、私は結構その仏壇とか実家とか、あの、おばあちゃん家帰ったらもう絶対手を合わせなきゃ気が済まない人だから、結構帰ったらやるんだけど、改めてもっとなんかね、ご先祖様とか人に感謝していきたいなって思った。なんかすごい心がグッとくる映画だったの。あれで泣かない人いるのかなと思ったぐらい。
そう。で、最近ディズニーランドのアトラクションにも、それのフィルファーマジックっていう見るアトラクションがあるんだけど、その映像はね、いろんなねキャラクターが出てくるんだけど、その「リメンバー・ミー」のキャラクターも出てくるって友達が言ってて、もうディズニーに行きたすぎてる今。この前見た。あ、言ってたね。ディズニーランド。ディズニーランドめっちゃ行きたいの。今月末ランド行くから見てくる。私も行きたい。じゃあ、昨日しずく公園、結構私のファンの方結構来ててめっちゃ嬉しかった。結構後ろにいたファンの人もいたんだけど、もうしっかり見えてたし、なんか私のペンライトカラーをやっぱりみんな覚えててくれてて、私結構あんまり「うちわ持ってきて」しか言わなくて、ペンライトピンクと紫なんだけど、ピンキと、いや、待って、間違えた。ピンクと紫を持ってる人が結構いて、やっぱペンライトめっちゃ見やすいかも。ピンクと紫もしあったら振ってください。うちわも持ってて大変だと思うけど。プレゼント選んでたら遅刻しそうでした。プレゼント可愛かった。紫のマフラー、あれ絶対リールかインスタに載せるね。なんかファンのみんなからもらう服とかセンス良すぎて、インスタに載せるようにして似合わせしてます。 最近その公演出る機会が多くて、ありがたいことに B 公演とか久しぶりに8出て、また今月多分出ると思うんですけど、楽しみにしててください。12月8日行きます。ペンダもうちわも持ってきます。12月8日、17周年公演でも私出る、もう言っちゃうけど出る番があんまりないけど、見つけてください。あと推し変しないでください。意外と推し変されると悲しいから、いいよみんな DD でも嬉しいよって言ってるけど、やっぱ一番なんか他のなんかさ、メンバーのリールとかなんか動画とか TikTok 見てると結構、なんか私のファンの人がコメントしてたりするのね。そうそう、ツイッターのリプとか、なんか嬉しいんだけど不安になるの、心配性だから。だからもうちょっと好きでいてくださいっていう。じゃあ昨日も公演ありがとうということで、12月はお話し会もあるので、もうクリスマスのお話会もう終わっちゃったのかな。10、11、あ、24、25。 怖くて推し変できません。ダメですよ。そう、飛騨警察が回ってるので
お料理選抜のやつ見て最近好きになりました。初見さん、りんりんちゃん、嬉しい嬉しい、ありがとう。好きになってください。また配信も見に来てね。覚えた、覚えとくね。あ、待って、24、25日は明日の13時までだって。告知します、告知します。みんな24、25、クリスマスのやつ着るから、セクシーなやつ着るから、あの話し会明日の13時までなので、みんなはこの配信見終わったらすぐキャラアニのホームページで私を選択して、24、25どっちも来れたらどっちも来て私とお話ししましょう。久しぶりに24買った、嬉しい。お話し会が初めてすぎて友達から学んでおくね。え、来てくれるの、楽しみ。またインスタも楽しみにしててください。やった、仕事終わりでちょうど見れました。え、お仕事お疲れ、ね、最近気になってくれたファンの子、ファンの人が多くて嬉しいし、そういう方にもね、いっぱいお話し会とか直接会って、やっぱどういう人なのかなっていうのを、私も多分新しくファンになってくれた人ってさ、私のことをもっと知りたいってなってるじゃん。でも逆に私もそれ以上にファンの人のこと知って、もっとみんなのことを楽しませてあげられる活動したいなって思ってるから、なんかそのお話し会とかで話したいなって思うので待ってます。はい、じゃあね、そろそろちょっと髪を乾かしたくて化粧水もちょっともう一回塗りたくて、買い増し、嬉しい、それは好きです、イエーイじゃあ読みます。1位カモちゃん、2位ラブイチゴちゃん、3位ピアノマンさん、4位ナハハンさん、5位ノブさん、6位アキラさん、7位ウエトッチ、8位ピータさん、9位カッちゃん、10位ハーマンさん、11位プリンさん、12位 UCSB777 さん、13位東京パンダくんです。いやー、25回いったすね。ありがとう、みんなと話すの楽しみだし、クリスマスなんてもうあまりないから、ないっていうか1年に1回しかないしから、しかもセクシーコスプレなんてもう来年の私は多分恥ずかしくてやってないと思うので、見に来てください、お話参加してください、そこのあなたじゃあみんなありがとうございました。あの配信で冬服のファッションショーも12月中に絶対やりたいので、楽しみに待っててください。また明日も配信できたらします。ありがとう。おやすみなさい。